ね、見て見て。ハウルズのさ、モコモコパジャマ。わい、撮影のモデルさせてもらったやつなんだけど、わい、ピンクしかね、持ってなかったんだけど、ハウキくんがね、青も送ってくれたの。かわいすぎる。マジでハウキくん、ありがとうございます。わいね、マジハウルズの服大好きすぎて、プライベートでめっちゃ買ってたのね。もう、ハウキくんが、いや、私ちゃん、言ってくださいって言ってくれて、ちょっと初めてね、お願いしていただいてしまいました。マジで。ありがとうございます。この可愛すぎるパジャマを着て、今日は撮影頑張りたいと思いますよ。ということで、動画見てくれてありがとな。やっほーだそだよん。今日はね、月日に会う前日、セルフネイルのコーナー。ということで、もうね、今2時20分なんだけど、明日ね、スキピに会う予定があるので、ネイルを変えていこうと思う。割とね、ワイのスキピ、ネイルとか気づくタイプのね、できる男なのよ。え、ダシちゃんネイル変えたの？可愛いねーって言ってくれるから、まあ、気づかれたくてやるっていうよりかは、気づかれたらラッキーぐらいの気持ちでやるんだけど、毎回気づいてくれるから、本当にありがたいということで、やばい、今回ね、したいネイルがあるんだよ。それがね、マーブルネイルっていうやつなんだけど、ワイが今回やりたいのは、透明に白のマーブルネイルをやりたいの。それに、シルバーと黒のなんかパーツみたいなのとかを乗せて、ちょっとかっこかわいいみたいな感じにしていきたいので、そこをやっていこうと思います。そしてですね、ちょっと前にあげた、ゴシップネタみたいな、ワイにあった最近の出来事みたいなやつが、たくさんコメントをいただきまして、本当にありがとうございます。ただのワイの供養の動画だったんだけど、あそこまでこういただけると思えなくて、いろいろね、有名勢とか言われてるけど、もう本当、ダシちゃんも一人の人間なんだから、自分大事にしてね、とかね、めちゃくちゃいろいろね、励ましの言葉とかもらって、めちゃくちゃ嬉しい限りでございます。で、今日ふとね、動画を撮る前に思い出した出来事があって、もう半年以上前のことなんだけど、自分の中でも嫌すぎて忘れてたものがあって、それもちょっと供養していこうと思うの。もうこれに関してはちょっと大ごとにしようかなって思ったってぐらい、我の中でめちゃくちゃ大きな出来事で、結局はしなかったんだけど、しなかったからこそ正直それをやってた人たちにはもうやらないでほしいなって思うことだったので、ちょっと共有させてもらおうと思って、それを喋りながら、明るくね、明るく喋りながらやっていこうと思います。ちょっと無理難題かもしれないんだけど、ということで最後まで楽しんでいってください。それではやっていくぞ。ゆっくりしていってね。ちょっと一旦目薬入れさせて。さすがにね、もうこんな夜中で、しかも最近ダシちゃん健康有料時なのね。朝の7時とかに起きるの。やばくない？だからもう眠いの。そして安定のディオくんはこの部屋の外に出しまして、完全にね、換気とかお掃除とか全部終わった上で、また中に入れれる。まあほとんど入れることないんだけど、でも一緒にいたいので、しっかりと掃除をした状態で入れるっていうのを徹底しながらやっていこうと思います。皆さんもね、安心してこの動画見ていただけたらなって思います。ということで、やっていきましょう。一旦2画面にしていこうと思います。いきますよ。こんな感じで。爪が映っておりますね。そしたら一旦この爪切りで切っていきます。長さはね、マジでギリギリまで短い方が長さ出しをした時に綺麗なんですよ。そしてなんといってもこの画面を見ながら作業するってのマジでやりづらい。はい、そしたらこんな感じで切れましたので、次に甘皮の処理をしていきます。甘皮の処理に使っていくのが、これはね、ダイソーとかにも売ってる。こんな感じの、なんかね、先がね、ちょっと研磨剤っぽくなってるプッシャー。これがね、甘皮めちゃくちゃ押しやすくて、あとね、甘皮の残しがね、マジで少なくなる。普通にプッシャーで押すとさ、薄い皮みたいなのが残ることがあるんだけど、これはね、残らないの。こんな感じでできましたら、こんな感じの甘皮のニッパーで甘皮を切っていくんですけど、マジこれね、失敗するとバイ菌とか入っちゃうから、それこそ怪我する可能性とかもあるから、マジで慎重にやるか、ぶっちゃけね、やらなくてもいいと思うんだよね。最悪押すだけでいいと思います。ということで甘皮を処理していきたいと思います。ちょっとこれ近くで見なきゃいけないから一旦カットするね。少々お待ちください。
変えていった。こんなにセルフネイル歴長いのに、未だに失敗して、血を出してしまうという、そういうこともありますから皆さん、やっぱり天川処理は、初心者の時は、本当に集中してやるか、やらないか、いやでもやらなかったら上手にもならないしな、なんか難しいところだよねセルフネイルって。まあそのうち止まるでしょうということで続きをやっていきます。とりあえずね、あのみんなに見せる方の手は出血せずにできたんで、あとはこれをなんかちょっと柔らかい感じの粗いヤスリで削っていきます。もう先の方はね削れてるはずだから軽く削ってあげます。で前回のネイルが結構可愛らしい感じの、前からするとナチュラル目短めのネイルにしたんですよ。でもそれちょっと反省点があって、マジですぐ取れちゃったので、多分悪かった点はね、ネイルチップを根元ギリギリにつけたこと、もうこれ一択だと思う。いつもは2ミリぐらい離して、その離したところはジェルで埋めてたの。でも今回はちょっと面倒くさかったの。みんなももし長さ出ししてすぐに外れちゃうんだよねっていう悩みとかがあって、同じようにチップを使ってる人だったら根元から離して、まあ手間だけどちょっと削ってジェルを塗るっていう方法を試してみてください。 OK 削れました。次にピールオフジェルを爪の真ん中だけに塗っていきます。使っていくポリジェルはいつものやつ。これめちゃくちゃ有名だよね。ただ爪全体に塗るのは割とおすすめしてなくて、真ん中だけに塗るのがなんとなくね持ちも良くなるし外しやすいっていうのがあったんで、今回もその方法をしていきます。これはこんな感じでちょっとね擦りながら塗ってあげた方が密着する気がするのと持ちが良くなる気がするから、上下にこう揺らしながら塗ってあげるといいかも。で爪の周りは2ミリぐらい離して、はいこんな感じ。そしたらちょっと言うの忘れちゃったんだけど、長さ出しをガチ最短でできる方法をちょっとみんなに教えしようと思います。ピールオフの段階から Y の場合始まっているんですけれども、まずこういうピールオフジェルとかベースとかもういろんなのを塗る上で一旦5秒から10秒だけ硬化させます。これはね自分でやるときだけ限定ね、人にやるときとかは多分あんまできないと思うんだけど、最初はちょっと不安かもしれないけど一旦10秒だけ硬化させるっていうのをねやってみて、でこれ仮硬化だから完全に硬化されるわけではもちろんないんですよ。なので服触ったりとかその辺なんかぐちゃってやったりとかしないように、もうネイルにだけ集中できるような環境でぜひぜひやってください。この方法やってる人少ないかもしれないんだけど、ガチで時短になるの、まあ見てもらったら分かる通り、本当のとこだったら60秒を5回、300秒やるわけだから、それが10秒を5回、50秒プラス60秒だから110秒、1分ぐらい短縮されるか。ん？ちょっと待って、もうガチで本当に頭悪いからみんな Y の計算信用しないで、多分そんな感じだと思う。まともに計算もできないのかっていう感じだけど塗り終わりました。こんな感じで本当ね真ん中だけに塗るっていう感じ。そしたら次にベースを塗っていくんだけど、ベースも同じようにやっていきます。ベースに使っていくのはダイソーのやつです。これ安定てか、ダイソーのベースジェルめちゃくちゃ有能。なんでこの方法に至ったかというと、もう Y がねとにかくせっかちなのね。めちゃくちゃせっかちがゆえに編み出された方法で、頑張ってギリギリのところまで塗りたい。で、はみ出すぐらいなら内側にしちゃった方がいいです。これガチ。ジェルネイルアレルギーになってる子がね、多いってわけではないと思うんだけど、やっぱそれなりにいるから、アレルギーにならないためにもね、しっかりとこのサイドの皮膚をギュッて引っ張ってあげた状態で塗れるとベスト。全部塗れたんで60秒硬化いきます。 OK したらこんな感じでチュルチュルになった、なったと思う。そしたらチップつけていきます。チップはねいつものやつ、これシーンのソフトジェルチップ。これがねマジで取れないし、爪小さい民たちガチでおすすめ。大きさ合うやつを選んだらベースでつけていきます。こんな感じでチップの裏にこうやってつけて、この根元のところにねちょっと厚く塗ってあげます。で、これを、いったね、
硬化のやつをつけたままで、爪にね、なんとなくこうやって一回スライドさせるとつきやすい気がする。で、つけて、この状態で硬化する。で、ちょっとはみ出た部分は、ウッドスティックみたいなのもね、ダイソーで売ってるから、これですぐ拭き取ります。でないとジェルネイルアレルギーになるからね。マジでアレルギーだけ注意してほしい。もうそれだけなければセルフネイルってマジ最高だから。そしたら他の指もつけていきます。で、人差し指ね、こんな感じでつけるんだけど、横とか確認していけそうだったらぶち込んじゃった方がいいです。はい、こんな感じ。先のところジェル入ってないと思うんだけど、横から見て問題とかがなければここは埋められるから、そんなに気にしなくても大丈夫だと思います。完全に Y の意見だから参考にならない説濃厚なんだけど、したら60秒硬化ということで貼り終わりました。で、トップコートをこの時点で塗ります。トップコートはこれ、ダイソーのトップコート、こんな感じで爪の中に入れ込んでいきます。そしたらさっきまでね、穴ぼこが開いてたと思うんだけど、こんな感じで綺麗に埋まります。これ結構大事。確認して貼り硬化。トップコートなんでちょっと熱くなるんで、熱いなと思ったら手を出して全然大丈夫。コートの宿命だから。オッケー。そしたらこんな感じで、長さ出しは一旦完成といたします。なぜかというと、この状態が一番綺麗だから、今から削っていったら、粉塵とか色々つくので、一旦これで完成とします。いや、マジでね、時短なの。普通にやったらこんな早く終わらないから、ガチでこの方法、ぜひぜひやってみてください。10秒ずつ固めて、最後60秒固める。この方法。教えてあげてみんなに。ということで削っていきます。こういうね、先がガタガタしてるから、こういうところを削って整えていってあげる。本当にこんだけの簡単な作業。こんな感じで形整えたら、あとはね、ここの段差、これも整えます。あとはね、この爪の横幅は狭い方が好きだから、こんな感じで横から削ります。太いとね、なんか付け爪感がすごくなっちゃうんだよね。なるべくもうついてる根元のところをね、薄くしていきます。こんな感じ。なんか中指とさ、人差し指印象が全然違うと思いませんか。これ割と大事にしている。そしたら全体的にサンディングをして、もうさ、自分でセルフネイルやってて思うけど、マジで危ないのこれって。アレルギーもそうだけど、普通にこうやってヤスリかけてる時とかも、自分の甘皮のところとかジャリってやったりするし、そういうのとかを考えると、マジでネイリストさんえぐい。本当にすごすぎる。どれぐらい爪削ったら熱いよなとかわかるんでしょ。マジでそれもう覇王色みたいなもんだよ本当に。よし、そしたらダストを払いまして、オッケー、こんな感じ。そしたらこの段階でちょっとこっちの手もやってこようと思う。なぜなら片手こうやって長さ出しして、色もつけてパーツもつけて、ふう終わった。でもこっちも長さ出しからだってなるとね、絶望するんですよ。両爪長くなってくるのでお待ちください。行ってきます。わー、終わったよー。こんな感じで両手長さ出しが完了しました。そしたらまたこれベース塗っていきますね。で、話したい話があるって言ってたじゃん。それはね、ネイル一本ちょっと終わらせて、で、やってみようかな。で、これベースもね、ギリギリに、段差を埋めるような感じで塗っていきます。OK。こんな感じで塗れたら、硬化。これ硬化終わりました。ということで、マーブルネイルをやっていくんだけど、マジでやり方わからないの。で、調べた感じ、マーブルにした色を点置きして、で、透明のジェルで、こうなんか、ぐにゃぐにゃぐにゃってやっていくみたいな感じっぽかったんですよ。ちょっとやってみるね。大丈夫かな？取って、爪に、こんな感じで、3点置きみたいな、して、で、これを透明のジェルで動かしていくんだって、ガチでやったことないから、初心者だなぁと思ってみて、どうやって動かしていくのが正解かもわからない初心者ですよ。はい。割とうまくできて草。硬化します。
え、待って、割とうまくできた。っていうか、ゆるいトップコートとかの方がいいかも。これね、どこで買ったんだっけな。このトップコート使っちゃったんだけど、普通になんか透明のジェルネイルってあるじゃないですか。それの方がいいと思う。こんな感じで、できた。できちゃった。やるじゃないか。OK。ということで、じゃあ喋りながらね、やっていこうと思いますよ。改めまして。前回の動画ではいろいろなコメント、特に励ましのコメント、心配のコメントが多かったんですけど、本当にありがとうございます。で、前回の動画では主に未解決のもの、現在進行形のものを喋っていったっていう感じだったのね。なんか特に大ごとにもしてないし、でもまあしょうがないか、これはもうスルー案件だなぐらいな感じで進めていったものだったんですけど、今回のはなんかもう自分の中で解決になるのかなっていうのでちょっと喋っていくんですけど、時は遡りまして1年ぐらい経つのかな、ちょっとその辺曖昧なんですけど、なんかね、いろいろ語弊とかを生みたくないからね、ちょっと言葉を選ばなきゃいけないんだよな、これ。っていうかガチでセンシティブな内容すぎるの、これって。だから親御さんと見ないでねっていうのもちょっと言おうかなと思ったんだけど、逆に親御さんと見てもらった方がいいんじゃないかなとも思っているのね。こういうのに巻き込まれる可能性が Y だけではないなって思ったから、でまあどんな内容なんだよっていうところなんですけど、ある日ね、マネージャーから連絡が来たんですよ。出すと、これお前かっていうので連絡が来て、スクショが送られてきたんだけど、この写真がもうそもそもとんでもなくてね、言ってしまうと、マジでこれね、口にも出したくない。自分の中で消化しきったと思ってたけど、口に出したくないってことは、あんまり消化しきってないのかもしれない。でもまあ、解決したことだから、言おう。なんか男女の行為、夜の営みがあるじゃないですか。それの写真だったの。しかも、ピンク髪で、確か白シャツ着てて、後ろ姿だったのね。で、腕にゴムをしてたの。ワイと同じような感じで。で、その画像で、ワイの顔は映ってないよ。映ってないんだけど、その画像の左上だか、どっかに、ワイの顔写真がこう、ペッて貼ってある状態だったのね。なんかもう再現とかもこれできないから、みんな想像してもらう形になっちゃうんだけど、まあ多分、その投稿主は、これダストだよっていう意味でもう貼ってんだと思うの。貼られてた場所は、まあ、某掲示板なんですよ。我々はさ、そういうのとかって、なんかもう見ないようにしてるのね。見て気持ちのいいものとかを書かれているっていうことは、まあないから、嘘も書かれているしね。もうそもそも見ないっていう選択肢を取ってるんだけど、一応マネージャーとかは定期的に見るようにしてくれてるっぽくて、大ごとになりそうなことは報告してくれるっていう感じ。で、多分今回のやつは大ごとになりそうだなって判断したから前もって連絡してくれた感じだったんですけど、見た時にもうびっくりしちゃって、絶対ない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 っていう、そもそもそういう趣味もないし、そういう趣味を持った人ともお付き合いをしたことがない、もう誠実な人としかお付き合いをしたことがないって断言できる状態だったから、もう絶対にない絶対にない絶対にないってマネージャーにも言って、じゃあこれどうするかっていう話になったんですよ。なんかこれって大人の言葉で言うと営業妨害みたいな感じになる、ダストのイメージダウンになるから、それこそ法的処置とかも取れるよみたいな感じでマネージャーさんは言ってくれてたのね。事務所がダストさんを守りますよっていう風に言ってくれたんだけど、我々は最初完全にその気でいたの。そんなことをする人許せないって思ったから、絶対我々じゃないし、それをあたかもダストですよみたいな感じでどこであろうと貼り付ける、それってマジで良くないことだと思うのね。だからもう最初はもうほんとやれるとこまでやりますぐらいの気持ちでいたんだけど、なんかもしかしたら取られちゃってたのかなってふとしたタイミングで思っちゃったの。絶対にないのに。これ怖いよね、ほんと。その写真をまじまじと自分でも見ちゃうわけですよ。で、髪の色とか、肌の色とか、腕のゴムの種類とかね。それこそ自分の骨格とか、そういうのとかを全部見て、見れば見るほど自分に似てる気がしたんだよ。うん。これめちゃくちゃ怖いよね。
明らかに自分は悪くないのに罪の意識というか、もしかしたら倍かも、もしかしたら元彼の誰かが実は裏で撮ってて、こういうのをネットに流したりとか友達に見せたりとかして、いわゆるなんかリベンジポルノみたいな感じになってるのかもと思って、すっごく怖くなってね。で、これもうおかしくなっちゃって SNS 活動一旦できないなと思って、しれっとその時休んでたんですよ。まあ、そんな休んでない、1日2日ぐらい休んで、もうめちゃくちゃその写真見まくった。で、出た答えとしては、マネージャーごめん、これもしかしたら倍かもしれないってなっちゃったの。もう事務所的にもダストが了承してなくても彼氏が撮っていたかもしれないねっていう判断になるわけだ。で、倍ももしかしたらそうかもしれないってなっちゃったわけで、一旦法的処置を取るのはやめようってなって、で、なんか申請削除依頼みたいなのをなんか出せたんだっけな、なんかちょっと曖昧なんだけど、で、マネージャーが一応それは出してくれたみたいで、消えてるかどうかはわからない、ワイは見れてない、怖くて、もしかしたらワイかもしれないから一旦大ごとにするのはやめようっていう風になって、じゃあ今度は事務所がね、ダストかもしれないけどダストじゃないかもしれないわけやな。ダストじゃないならこの子は誰なんだっていう、ネットに出てるかその子が直接誰かからもらったかの二択だから、じゃあその子から情報を聞き出すことはできない、掲示板に書かれているから。じゃあマネージャーはもうネットのプロだから探してくれたんだよね。どんな方法で探したかとかはわからないんだけど、とにかくマネージャーがめちゃくちゃ頑張って探してくれて、でね、なんと見つかったんですよ。それ SNS でそういう活動をしてる方だったんだよね。で、載せてる側の人は男の人だった。で、その写真の部分だけじゃなくて、言ってしまえば別のシーンも載っていて、マネージャーがそれを確認して前にも送ってきてくれたのね。どうみたいな、これダストかみたいな感じで送ってきてもらって、で、まあそのアカウントを見た時点でその人とは関わりがなかったので、あ、違うなってその時点で確信できたんだけど、まあ動画はね、確認しなきゃいけないなと思って確認して、まあ倍じゃなかった。いや、もう本当に良かったっていうのも変だけど、すごい怖いよね。冤罪みたいな、冤罪を持ちかけられて、で、詰められて認めちゃった人みたいな感じの、そういうマインドになった気がする、今となっては。で、結論、なんでその子がその動画の子を私だと思ったのかはわからないけど、まあ私だと思ったんだろう、その子は。で、まあ自分じゃないってことがわかったらね、もうものすごく安心しちゃったのはいい。で、大ごとにするのをやめようって、なんかもうそのいろいろあった段階でもう疲れちゃって、大ごとにしないってなって、その話は終わりました。ものすごいとんでもないことにね、巻き込まれていたというか、我ながらよくあの期間頑張って耐えたなと思ったんだけど、今思い返してみるとだいぶやられちゃってました、その時は。まあ、こういうネットの活動をしてるわけだから、全員に好かれるってことはもちろん無理だけど、でも嫌われたくて活動をしてる人はいないからさ。私、ワイはみんなのことすごく大好きだから、なんでそうなってしまったんだろうっていう、なんかこうモヤモヤとか、あとその子がどんな気持ちでその画像を作って掲示板に貼り付けたんだろうとか、なんかいろいろ考えると、前回話したあの3つがちょっと可愛く思えてくるよね。もうこの話ってめちゃくちゃセンシティブだから、ダスト教のコアな子ってネイル動画好きだから、そんな子たちにね、こういうセンシティブな難しい話をするのどうなんだろうって思ったんだけど、困れる可能性もあるからな、本当に。まあでも、あの時の怖い思いは一生忘れることないんだろうな、きっと。一生忘れません。今見てるかわからないけど、その時私のことを載せた君、私はあの時のことを思い出して、ちょっと心がキュッてなる時がありますよ。そんなことを喋ってる間にマーブルネイルができました。こんな感じになった、割といい感じで、まだ表面がボコボコしてるから、それもちょっと整えていきたい。今ネットってさ、もうマジで怖いよね。怖いっていうか、もう何でも載せられるじゃん。俺が学生の頃とかって、体操服で絶対に SNS なんか撮るなって言われてたのに、今って当たり前に制服とかで TikTok とか撮っているし、そんなに学校とかがバレるのがなんかあんま怖くないって思われているような気がする。もう実際はまだまだ怖いことだらけだから、みんなマジで気をつけてね。ありがとうね。ふー、無我夢中でやってたら両手終わってた。
で、パーツをね、選んできました。じゃん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 。こんな感じで選んできたの。これをつけていこうと思います。で、貼っつけていくジェルは、めちゃくちゃ重ためのジェルか、粘土ジェルが個人的にはおすすめ。アイシングジェルとかも含めかな。で、Y が今回使っていくのは、これです。もうこれめちゃくちゃ有名だから知ってる人多いよね、きっと。ブルージェルってやつ使っていきます。開け方雑なんだけど、もうこんな感じで重ためなの。動かないんだよね。パーツとか乗せるのにめっちゃ便利です。とりあえず親指は決まってるから、ここから乗せていくね。右指には、このパーツと、これだけでも可愛いんだけど、交換、ちょっと離して乗せてあげるのがポイント。これを硬化します。仮硬化。めっちゃ可愛い。個人的には中指はね、ゴツゴツしてた方が可愛いんだよね。パーツ、可愛いのにほとんど使ったことない。はい、今こんな感じ。じゃあ次が薬指。小指のこと忘れてた。え、なんかこれで十分可愛くない？とりあえず両手仕上げてくるか。これを見よう。マーブルネイルに普通にパーツをつけたっていう、そういうネイルとなりました。まあそれもそれでいいでしょう。ということで、ガスト11月はこのネイルでやっていこうと思います。かかった時間はですね、5時間。やればね、やっぱもうちょっと早いんだけどね。動画を撮ると、やっぱ話しながらとかになっちゃうから、ちょっと遅くなるイメージ。でもいいんだ、それで。今回は動画撮りたかったから。ということで、ちょっともう一回見せとこう。こちらも。ということで、まあいろいろネイルのこともそうなんだけど、他にもいろいろ話したりして、この動画、タイトルとサムネどうしようかなっていう感じだけど、ちょっと頑張って考えて投稿するね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録もそうなんですけど、インスタ、Twitter、TikTok もやってますので、よかったらそっちのフォローもよろしくお願いします。それでは、次の動画も見てくれよな。じゃあねー。まあ。